死を求めて運命更新ゴートリック実況プレイ。今回は電話を使ってゴミ捨て場の管理人室の方に管理棟の方に行くところからやっていきたいと思います。それじゃあ早速行きましょう。私は再びリーネの拘束された部屋へ向かうことにした。運命が変われば物語も変わる。そこではきっと新しい何かが始まっているはずだ。命を取り戻したリンネは今何を思い何をしているだろう。彼女は今夜大事な事件を追っていると言っていた。私と何かつながりがあるのか。それじゃあ更新された現在どんなになっているか見ようと思ったらいきなり記録かよ。なんか出番くじかれましたね。ゲームますよ。こんな早く終わんないよ。1パート1分ちょいしか経ってないってどういうことですか。と PM8 時34分。2度目の命を落とした時、リンネは身柄を拘束されていた。容疑は私の殺害。それでも私は彼女を助けた。自分自身の謎を解くために。命ある者は一通りの生き方を選ぶことができる。運命に従って生きる者、自ら運命を変えて生きる者。リンネは明らかに後者だった。再び管理人室を訪れた時、私はそれを思い知らされることになる。運命に従ってない子だから。バカ野郎。リンネ、拘束されてないのか。逃げたのか、あいつ。どこ見てたんだ。容疑者から目を離すやつがあるか。すみません。なんというか、リンネ刑事殿は。我々の憧れ、いや仲間、いや家族のようなものでありまして。まさかその鬼毛になるなんて。憧れだろうと家族だろうと逃げるときは逃げるんだよ。まあ確かにそうですよね。うちのかみさんが家を出て何年になるかお前わかるか。わかるわけねえだろ。すみません、知りません。うん、当たり前だと思うよ。逆に知ってたら怖いと思う。うん、そんな推しじゃ一生刑事になんかなれんぞ。いや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 、あなたの奥さんがいなくなってから何年か分かってたって刑事になれるわけじゃないですよね。とにかくリンネの行方を追え。母は。今時母はっていう人いるのかな。こんなことがカバネラ警部の耳に入ったらおしまいだぜ。リンネ刑事が逃げただと。彼女を助けてまだほんの数分なのに。その数分で逃げたわけですね。早業。とにかく何か手がかりを探ってみるとしようか。ということで、あたりいろいろ調べてみましょう。移動できる範囲は限られてますけど。こっち側にはいないのかな。あ、別の人がいた。あのじいさん、ここで何か研究でもしてるのか。あのじいさんっていうのは頭に青色の鳩を乗せてた管理人さんのことでしょうか。見たことのない実験器具、しかもかなり精密な装置が並んでいるが。あ、それだけ？終わり？なんだ終わりかよ。ちょっと終わってなかった。何をしているんだ。はっ、リンネ刑事殿がここから出たのではないかと。ゴミ捨てるときに使うやつですかね。そんな狭いエレベーターに入れるわけがないだろう。違う、入れるわけがないだろう。うん、入れないね。入るんだね。
しかし、リンネ刑事殿はスライとしたスタイルですから。バカが、女はファッションでスタイルを自由自在に操るんだ。そんなわけねえだろ。着太りはできるかもしれないけど、着痩せはそこまで自由自在にはできないんじゃないか。うちの神さんの重量、お前にわかるか。だからわかるわけねえだろ。なんで青いやつも緑のやつも自分の奥さんのことばっかり話してさ。すみません、知りません。逆に知ってたら怖いってさっきも言ったような気がする。うん、そんな調子じゃ一生刑事になんかなれんぞ。いやいや、だから刑事になるのにそんな情報いらないから。それはそうと、あのじいさんは？ああ、そういえばさっきそこの扉から出て行きました。そうだ、ここの鍵は頭の上、鳥の下敷きになってる部分にあるんだよね。開かないな。地下室になっているようです。鍵がかかっていて入りません。この部屋の妙な機械、どうも怪しい。あのじいさんからも目を離さないようにしろよ。はっ。管理人が何を調べるって言うんだ？研究とか言ってたよな。あ、そうそう、地下室に行けばいいんだよね。さっきのはそういう意味のフラグだよね。ということで下に行きましょう。ちょっと待った、移動したの見られた気がする。なんかだってびっくりマークが出たよね。まあいいか。下に行ってはいいけど、どこも届かないままじゃないか。変わんねえじゃん。前も確かここに来たんですけど、届かなくって何もしなかったんですよね。いる。ちょっと待って、吹き出しがタッチできなかったんですけど、もう一回吹き出し出してよ。もう一回吹き出し出せって。ちょっと待って、無駄に時間だけ過ぎてくじゃん。どうすればいいのこれ。ちょっと上の階に戻ってみましょうか。何も喋ってないですよね。来た。一回上に戻ったことによってもう一度吹き出しが出たと、そういうことでいいのかな。ああ、声忘れた。どんな声だったっけ。適当でいいよね。この部屋も片付ける時が来たかもしれんな。それが型をつけるということになるのだろうか。今夜こんなところにあの子が現れるとは、偶然とはとても思えんか。あの子ってリンネのこと？何、この部屋なんかあるの？とりあえず下でなんかそれがあったけど、だから何って感じですよね。あ、もしかしてこれまた照らすのかな。来た、これずんと思った。これは刑事殿の手帳。彼女に返してあげたら、ここから何か始まるかも。あれですか、始まりませんよ。どうするべきか。これは難事件だぞ。勝手に。そう、緑の刑事が近づいてくる。なってるんだ。いえ、その、超その、これはあの。あ、そいつはもしかして。そうであります。リンネ刑事の手帳でして。手帳、そういえば報告を聞いていたっけな。リンネのやつ、そいつを見ながらどこかへ電話をかけていた。うわ。こいつだ。この電話番号、大きく丸で囲んである。
バスも残していったんですね。かけていたか、今日はないか。あります。ぜひ知りたいであります。あ、いや、本館。別に不純な動機で申し上げたわけではなく。きれいな。ちょっと無視してるや。番号もということが考えられる。見てみよう。ということで、電話をかけるのかな、この番号に。どこに繋がるでしょうか。まあそれをシセルだったら聞くことができると。はい、どこだよ。もしもし、そちらどなたですか。こいつも声同じでいいかな、めんどくさいし。はい。あ、捜査協力お願いします。こちらは。ああ、その声、マッコー検事さんですか。マッコー刑事って名前だったの。こいつ緑の人じゃないんだ。あれ、オタク坊主警官。坊主って言うと、あの髪型のアレな坊主しか思い浮かばないんですけど、野球少年的な。それかもしくはあのお寺のあの人みたいな。どうしたんですか、こんな遅くに。いや、その先ほどうちのリンネが電話をかけましたか。ああ、リンネさんね。かけてきましたよ、今夜も。今夜も？いつもかけてんの？もしかしたら気づいているのかもしれません。何か言ってましたか、リンネは。いいえ、特には。何かあったんですか？まあね、またご連絡するかもしれません。なんだろう、この人も警官。かかんって読むのかな、それともかかんって読むのかもね。ちょっと違ってたかもしれませんが、とりあえず警察の関係者みたいですね。名前知ってるから。証拠を入れてくる。よろしく頼むぞ。なる相手が逃げちゃった後なんですけども。刑事殿、なんだ。この手帳なのですが、できますれば本館の方から。何でもありません。クールを読んだね。よろしく頼むぞ。本庁を直接リンネに渡したかったんだよね。そこから芽生えるものはないけれど。さあ、それじゃあ新しい電話番号を入手したので、そちらの方をダイヤルしていきましょう。 KMR2675。おっと、ダイヤルしたいところですが、これ言ったら多分長くなってしまうので、今回のパート全然進んでませんが、あのさまよってたので、がここで一度区切りを入れたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。まあ、カットするかどうかわかんないけど、ちょっと短めかもしれませんが、次回新しく入手したこの電話番号の先に進んでいきたいので、もしよかったらまた見てください。それでは。